はい、こんにちは、チェチェチェです。今回は本日実装されました特殊個体モンスタータケリハゼルブラキリオスの初見プレイに挑戦したいと思います。ストーリーの流れとしましては、フィールドマスターが導きの地でタケリハゼルブラキリオスを見つけたので、主人公のハンターに実際に調査に行ってくれと依頼が来た感じです。フィールドマスターが言うに、タケリハゼルブラキリオスを尾行した時に溶岩地帯で妙な気配がしたので気をつけるようにとのことです。これは多分事前情報であったフィールドを作り変えて逃げられなくするあの必殺技の話なんじゃないかなと思います。いやー、ほんとそれが楽しみです。今回使用しております装備は、以前動画でご紹介しましたタケリハゼルブラキリオス対策の覚醒氷弓です。どういう動きになるかドキドキしながら頑張りたいと思います。まずはどこにいるかですよね。一応実機プレイだと荒れ地の入り口あたりにいたような記憶があるんですけど、どん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 違う方向に行ってる気がします。痕跡を拾って、お、これはやっぱり荒れ地の入り口ぐらいかな。いろいろバフのためにアイテムを使ってたら遠回りしちゃったみたい。この上にいそうな感じです。いた、お願いします。じゃあ、おっと、もう見つかった。早いな。不動の装備を着て、よいしょ、まず壁ドンから、1、いまーす。ほっ、この装備弱点特攻も採用してるんで傷をつけたいんですよね。おいしょ、よし。まだ怒ってないかな。まだ大丈夫。よし。はっ。じゃあ壁ドン2回目いきまーす。壁ドン。よし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 。強撃瓶刺して。ほっ。ちょっと怖いな。粘菌が。爆破耐性はね、積んでるんですけど、爆発は普通に受けるんで、ちょっと怖い。OK。このタイミングで。頭に削れまーす。オッケー。活性化を抑制できれば成功です。多分活性化した時に、よっと、その活性化部位をたくさん攻撃することによって活性化を抑えることができるってことなんですかね。よっと。ただもちろん活性化してるところを攻撃すると粘菌が下に落ちちゃうんで、おっと、いいですね、よろけひるみ。お、はい。あ、間に合わない。おい、難しいとこだな。お、活性化してる部位が多いと強化したりするんですかね。そこら辺はまだ全然わかんないんですけど、ナイス。はい、よいしょ。お供の罠がすごく役に立ってる。お、ちょっと遠いな。遠いけどちょっと近くに行くの怖いですねこれ。いやー、すごい粘菌撒き散らしますね。ただ動きはそんなに速くないんで、よっと、遠距離だと戦いやすいように思います。まあ、とはいえね、弓って遠距離かっこ近距離なんで、おいしょ、おい、ちょっと危ない部分もね出てきますよね。怖い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 。よし、これはライトボウガンはめちゃめちゃ戦いやすいような気がします。よっと、おい、じゃあちょっと罠も使ってみよう。しびれ罠かかったんですけど、落とし穴がちゃんとかかるかも見たい。あ、変わりました。落とし穴の時にイビルジョーみたいに攻撃するわけではなさそうですね。普通にただただハマってくれてるんですけど、頭は動いてるんで、よっと、ハンマーとかでよっと攻撃を続けるのはなかなか難しいのかもしれない。ふぅ、まずい。なるほど、これはブラキディオスの正面にいると危ないですね。多分側面に行ったらそんなに食らわなそうな感じがする。よいしょ、せっかくなんでちょっと閃光も使ってみましょうか。ここにあるんでね、閃光状態になった時にラージャみたいに暴れたりしなきゃいいんですけど、よっと、はい、よいしょ、ほい。あと尻尾の肉質も見たい。あー、やっぱ従来通り尻尾の、うーん、ブラシ部分以外はね、トイレのブラシ部分以外は
かなり柔らかい感じがします。今のところ爆破耐性そんなに役に立ってない気もするんですけど。ほっ、あ、移動しちゃった。せっかく罠2個あんのに。アイテム補充しようかな。いました。いや、おっと今怒ってないんで壁ドン下見あるんですけど、ちょっと活性化してるから相違なしで張り付くの怖いですね。怖いけどちょっと張り付きたいな。やって、あ、ちょっとまずい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 、あまずいですよ。おいしょ、あ、怖い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 、恐ろしい。どっかで隙ないかな。おっ、おっと危ない。今いけるんじゃない。ほい、怖い攻撃多いんですけど、やっぱり普通のブラキテウスよりちょっと動きが緩慢な気がするんで、クラッチチャンスは割とある気がします。ほっ、これ今私爆破耐性積んでるんで爆破エラルになってないだけなのかな。この活性化された時によっとクラッチで張り付くと爆破エラルになったりするんですかね。そこも気になる。ほい反応できなかったな。この動き懐かしい。ドン、おおちょっと地面地面、あ、これが活性化した時の動きなのかな。これを止めるためにこう活性化状態のところ攻撃して活性化を止めるみたいな。ちょっと待って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 狩猟するってレベルじゃねえぞ。待って待ってなるほど、活性化したらね、こうやって動きが非常に待ってくださいね。もう、ちょっと待って。わかった。わかったわかったわかった。動きが非常にね、激しくなるんで、活性化する前になんとか、攻撃を繰り返して、年金をね、削ぎ落としたいということですよね。わかりました。よくわかった。身をもってわかりました。ちょっと年金を一生懸命活性化をね、止めたいと思います。あ、オッケーオッケー。これでちょっとマシになったんじゃないかな。オッケー、よろけひるみ。傷を継続させます。尻尾の先もちょっと粘菌あるんですよね。ってことはこれ尻尾切ったら活性化しないとかそんなのあるのかな。さすがにそれないかな。尻尾も切ってみたいですよね。イエー、火山来たー。ダメージ食らってるいいですね。150150いいダメージ。怖い、よいしょ。まだ罠は置けるみたいですね。おいしょ、ほい、ちょっと年金がやばい、年金がやばい、年金をなんとか、おいしょ、よいしょ、なんとかそぎ落としたいところ。不動の総意からの、あれダメか、虫かごダメみたい。もうこの時点で使えないのかな。たまたま余裕がないだけかな、ちょっとわかんないですね。ほっ、地雷の方は置けました。ほっ、よいしょ、はい、よいしょ、怖い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 。普通に不動事故ありえそうですよね。いやー、精霊の覚悟は強いわ。ほいほい、とりあえずあの活性化した粘菌をなんとか一つだけでも取りたい。これ何箇所以上とかあるんですかね。活性した粘菌が何箇所以上とか、そこら辺もちょっと調べたいところですよね。ほい、よいしょ、壁の行こう、よっ、ここ行けるかな、よっしゃー、ほい、接撃、よいしょ、よい、オッケー。頭はもう外れてるかな、粘菌は。オッケー、よろけひるみ。間に合うかしら。間に合いました。頭に継続でいきます。はい。拳もね、破壊報酬とかありそうなんで、攻撃はしたいとこなんですけど、よっと。今回は討伐優先でいきます。いやー、怖いなー。
このエリア怖いな。あれやってくんじゃないかな。うん、あ、来た。フィールドを作り変えるやつ。これで、あの入り口がほら塞がれちゃったんですよね。これで出れなくなりました。で、戻り玉もね使えないんですよ。中に入ることは、外から中に入ってくることはできるんですけど、こっからね出ることはできないし、罠も使えなくなるはずです。なんかすごい湯気立ってるけど、です。めちゃめちゃ地面によいしょ赤い粘菌がありますね。ただ爆破はしないのかな。なんかスリップダメージみたいなの入ってるっぽいですけど、ほっと、私今爆破やられ体勢ついてるから、爆破やられにならないかどうかわかんない。これで爆破やられにならないのであれば、爆破やられ体勢がそんなに、おいしょ、必要ないってことになっちゃうんですよね。とりあえず先行、 OK、 動き止めていこう。いやー、ちょっと弓にスリップダメージは厳しい。怖くて近づけないよ。ほい、いや、めっちゃもやもやしてる。もやもやじゃないな、もくもくしてますね。怒ってるんですね、きっとね、ブラキリオスは。怒ってるってことは、ちょっと結構体力は減ってきてるってことなのかな。まだドクロは見えないですけど、よいしょ。いや、先行ね、かなり有効な気がします。全然暴れないし、戦いやすいですね。まあ、あくまで遠距離で弓だから、エイム合わせれば攻撃したいところに攻撃できるからっていうのもありますけど、これ何、これ何、待って、うわ、範囲が広がりましたね。爆発するわけではないみたい。よいしょ、怖い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 、まずい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 、やばいやばいやばい、これは何、爆破した。たまたま範囲外で助かった。やっぱり猫の罠も置けないみたい。追尾性の高、よっと、壁の行きます。はい、オッケー、やった。この状態だと粘菌が頭とかに、頭とか腕とかにもそんなついてる感じに見えないですよね。もう一回いけるか、いけない。あ、でも寝た。そしてドクロ出てる。石ころどこだっけ、石ころ、あ、これないな、あれ、石ころ、あ、マップ見たらこの辺にありますね。石ころ、石ころ、石ころ、なんかもうちょっと石ころ多かった気がするんですけど、減ってる？減ってはないのかな？私の記憶違いかしら。とりあえず一回寝たら結構寝てくれるみたいです。あ、弾け現象あった。よいしょ、壁ドン、よし、703、このまま押し切りたいな。よいしょ、いや、角は硬い、やっぱ顔に当てないと。ほい、よいしょ、方向のタイミングが、耳押さえるタイミングがちょっと方向のモーション入ってから長いんで、もしかしたらフレーム回避するとき少し遅めに回避した方がいいのかもしれない。よいしょ、ほい、わかんないですけどね。おい、爆破しない。爆破しない、爆破やれるになるだけか。うお、怖い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 、まずいですよ。あ、よかった、今気絶するかと思ったんですけど、しなかったわ。うおー、来たー、来た来た来た、ちょっと待って、ここでいい、爆破しない、この違いがちょっとまだ分かんないですね、私には。よっ、何回か戦っていくうちに分かってきそうだけど、おっきい、よろけひるみ、いきます。はい、よっと、まだまだしつこい、よっと、体力高い、お疲れ様です。あー、よかった。素材は、おー、臨界極まる粘菌、サイリュウの断頭角、あ、拳も来ましたね。
いや嬉しい。これで多分一通り出たのかな。お疲れ様です。うわー力尽きなかった。よかった。16分3秒結構かかりましたね。天閣が出た。天閣はでも普通の天閣みたい。お、刻まれた玉がある。あーでもこれ特別任務だからもっかいは来れないんですよね。いやたくさん周回して素材集めないといけない。たくみさんお、チャーム豪傑の奇跡彩竜ゲットしました。玉の属性は尻尾の方が効くって書いてはあるんですけど、頭もね全然効くので、まあ、頭を狙うか尻尾を狙うかのどっちかがいいんじゃないかなと思います。私は弓を使ったんですけど、多分ライトボーガンの方がめちゃめちゃ簡単だと思うので、ブラキティオス苦手っていう方は以前ご紹介しました動画のライトボーガン背負っていっていただければなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。